めんどくさくはないな。なんかな、なんやろな。ただ単にクエスト達成してれば終わるみたいな感じではなさそうなんやけど。多分そうやんな。なんていうんやろ、白龍様が、白龍がなんか欲しいものを渡さなきゃいけないのと、この何村というか、そう、民家がある村を繁栄させなきゃいけないのと、あと何や、麦がないとストライキを起こすとか、なんとか若干めんどくさい仕様になってるのかな。でもクエストの数がそんなに多くないから、まあ順番さえミスらへんだら大丈夫かなみたいな、そんな感じやね今回は。あと結構な数こなさなきゃいけないのかな、報酬の量からして。まあ今日一日だけでめちゃくちゃもらえたけど、なんか小麦に関してはあればあるほどいいみたいな、まあないに越したことない、なんかないとなんかストライキ起こすから、あ、だから打ったらこれがもらえるのかみたいな感じやね。打ったらとりあえず小麦がもらえる。まあ友人戦そつなくこなしてたら、まあ大会でも団位でも交流のま、OK なんかなこれ、知らんけど、まあ OK やと思うけど、まあ、こなせたら大丈夫みたいな感じかな。俺はなんか1回目適当にやってもうたから、これなんかようわからんことなってんねんけど。適当にやったらダメパターンのやつだねこれね。レイジャンタマが好きな一人が来場しました。あんまり適当にやったらあかんっぽいやつ。でもクエストは難しくない。まあ多分みんな果物がポイントかな。そう、果物だね。俺の場合は何？みかんと梨かな。みかんと梨が作れないのかな。問いに行かなきゃいけない。人によってなんかこの俺やったらリンゴなんやけど、人によってここがなんか違うらしいんよ。違うんでしょ。今日はあのシュラ打っとったあの一人が、あ、俺みかんやでみたいなこと言っとったけど、レイ麻雀が好きな一人が来場しました。お待ちしておりました。バロンさんいらっしゃいませ。俺みかんやでみたいなこと言ってたけど、ほんまなんかどうか知らないけどな。割とめんどくさくはないというか、まあとりあえず木材と麦と鉱山、まあ麦は売っとけばいいからとりあえず一旦放置みたいな感じ。麦とりあえず売っとけばいいんじゃねえかなみたいなね。でもこれなんか反映させていかなきゃいけないんだよこういうふうにね。だからこの鉱山とこの造林地かな、これ今造林地がなんか造林地でいいんかな、これ造林地でいいんかな、読み方が
死ぬほどいるパターンのやつなんで、まあとりあえず今はみたいな、次の供物である我が輩の地に足を踏み入れし者なぞ、はいはいはい、岩と何、岩と梨かな、これ梨でいいんかな分からんけど洋梨みたいながいるから、とりあえず今梨とみかん、そう、あ、梨とみかんで今、まあ、この2つはな、あのこの石材と木材に関してはまあ作れるから、とりあえず梨とみかんを今取ってきてもらってるって感じだね。だから3回やから、まあとりあえず明日やな明日やってたらもらえるみたいな感じね。で1回行くにあたって石材プラ1なんで、まあ3回行ったらとりあえずここ OK って感じやからなんかちょっとめんどくさいねんな、なんか一回一回なんかそのこの竜なんていうのこれ竜のせいかな、竜のせいをいちいちいろんなとこに動かさなあかんパターンのやつかな、最初の方は。あでも多分そんなに、なんか結構な回数失敗しても OK パターンやと思う。まあ、とりあえず今日一日みたいな。結構な数失敗って言ったらおかしいけど、まあ、そんなにまあ、効率よくやったら早く終わるからみたいな感じのやつやね。俺は、一番、これ最初かなり適当にやったんで、適当なことになってんねんけど。今回友人が進めとるか進めてないかで、もらえる回数が変わってくるみたいな。でここにあるようにこういう風になんかみかんやったりとか梨とかやったりとかっていう人は、つまりここにあるやつがその人の担当の果物なのかな、でいいのかなみたいな、そんな感じだね。3回収録せいやね。そうだよね、そういうことよね。ミスターイソナミはミスターイソナミみかんなのそう、俺みかんやでいとったよねこれな。俺もみかんやでみたいな。俺だけリンゴ？どういうこと？バグかな？みたいな話しとったな。梨の人少なあ、そうでもないか、割とやってないってだけなのか。でレベルが高い人が上に来るみたいだね。なので、友人がイベント全くやらへん人は、かなりきついイベントになる。なんか下の方になんかあるのかな？お助けキャラみたいなのが。お助けキャラ？なんて言ったらいいんやろな。お助け用のやつが、これ。梨園、みかん園みたいな。公開でございます。お助けキャラがいる。救済。そう、救済。友人いませんの人がね。ぼっち救済なんで、まあ、最低3人はおったらいいのかなになる。最低3人というか自分と違う担当の人が1人ずつおったらいいのかなになるけどね。かつイベントをやる人2人でいいんじゃない、2人でいいのか。あそうだね、2人だね。そう2人で2人でいいんだけど、2人でなおかつ自分とは違う、第42位にランクインしました、違う人、違う果物担当の人、
俺やったらリンゴじゃない人、つまりみかんと梨の人がレベルを上げていくイベントをやる。レベルが高い人がね。じゃあ勇さんみかん頼むわね。明日はレベル30ぐらいになってみかんをなんか30個ぐらい頼みますわ。シロさんリンゴなんでね、ちょっとシロさんに生かすことはないですね。でバロンさんもみかんなんで、ね、頑張ってください。僕のために頑張ってください。ガラティンさんリンゴか、ルナさんリンゴか。第38位にランクインしました。まあでも最初の方はあんまり考えんとやだ、あんまり考え、最初の方が大事なんかな。まあ明日からちょっと考えながらやるけど。でリンランの好きなものが宝石らしいです。はい、まさかの宝物って書いてあったからね。そこでここでクッキーじゃないのがめちゃくちゃ驚いた、ね、一番驚いたかもしれない。こんばんは。シロさんいらっしゃいませ。宝石で何やったっけな、イェンフォンが同人誌かな。まあ逆に言うとクッキーじゃなくて助かったみたいなとこあっけんな、俺クッキーないからさ。宝石はあるから、同人誌と宝石に関してはまああるっちゃあるから、クッキーはないからな。同人誌と宝石はあるから、宝玉問題な、宝玉問題、宝玉問題ですよ。イェンフォンは、宝石一生出ない、宝石一生出ない。イェンフォンは意志と、知恵かな、意志と知恵で、リンランが巧妙と慈愛らしいです。全部足りてへんからね。全部足りてますね。契約はかなり先になるのじゃないかなと。奉納まだしてへんしな。まあ当ててからの話だね。アンジュの衣装買いますか。一旦アンジュの衣装買うか。アンジュ今を祝おう。サンタクロスみたいな、マジで背景こっちの方が似合うんじゃない。マジでサンタクロスだよ。こっちにもしっくりくるぞ割と。サンタクロスやろこれ。祈願だ。いやな、いややな祈願。いえ。祈願いやだな。じゃあ行くか。頼んますわ。最悪交換やな、二人は。150。だから最低、今回巻物あったよな、確かな。最低でも50輪。棒関係、リーチ棒ってか演出関係、装飾品か、装飾品関係は別に全部入れないです。別に全部いりません。間に合ってます。
BGM が何？何だっけ？ BGM があれか。あのイベントなんでやったーって感じだね。対局 BGM かな。はい、というわけでいきます。来てくれるかな。お、確定ワンピース絵画、よし！わがきジャンシオ、君が落としたのはこのハンバーガーか、それともこのサンドイッチか、どっちも違うと言うなら、リンダン遠慮なく、食べ物まだある？ないですね。君には宝石を食べていただけなければ。パッツモですね。え？わがきジャンシオ、君が落としたのはこのハンバーガーか、それともこのサンドイッチか、どっちも違うと言うならリンダン遠慮なく、食べ物まだある？問いつつらしゃいません。まあ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 、あの願いの意思になってくれるんでね、彼女は。彼女は願いの意思になってくれます。一人預かるけど。一人あげたいよ。これ面白いな、非常に。スクショしとこう、これ。で、あとは全部すごいな。演出関係なんもない。よっしゃ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 よし。とりあえずリンランゲッチュー。リーチ、ダブルリーチ。チポンカンラン。オムライス。え？で、半熟卵。は？半熟卵。どういうこと？つむラーメン大盛り。どういうことだ？お題はタピオカミルクティー5杯。また煽り性能付きボイスを。リンランの歌高くつく。この子やから許せるまであるけどね。ペイ半熟卵って何？つむラーメン大盛り。ランオムライス。ランオムライス、ペイ半熟卵。よくわかんらんなあ。このチキンレッグ、君にあげる。弱者を守るのは美徳らしいから。これタピオカミルクティーなんて絶滅したやろ。泣いちゃうよね。いやでもスタンプであるからな。タピオカミルクティー、あれタピオカないぞ。なんどうした？あれ紹介画像、まあまあまあ開発中やったんかな、あんまり分からんけど。食べ物系統多すぎやろ。食べ物系統多いな。君からのプレゼント、好き、もっとちょうだい。天杯一汁三菜、満足。脳天。はぁ、もう頑張らなくていいね。数風連打、数巻流れ、九種九杯。
演出全然怖いんな。あとは装飾で切ったらやめたいかな。ああ、あとリーチとジャンタクかな。で今回演出装飾いらねえんだよな全部。ああ、同人誌はありがたい。よし、ちょい待ち、我が友は素質があるね。僕と駅戦を学ばない？才能開花間違いなし。パチパチパチ。すぐ店を出せるくらいにはなるはずさ。ありがとうございます。パチパチありがとうございます。ふう、おめでとうございます。もういい、ありがとうございます。もういいや。ユンフォンとの出会い、オッケー。もういいや。もうちょっと今回ちょっと夏彦くんとセイラーさんごめんな。俺の運が良くないせいでなんかリンダン2枚抜きとかいうわけのわからんことしでかすしてかしたけど。だいぶ沼ったな今回。まあまあまあ言うて確率通りくらい。まあそうだね。それこそ単品で助かったかな。339。もうあの南風花交換できて南風花交換してもお釣り来るぞこれ。ユンフォン、ユンフォン OK。 うう、ああ使用中にしてもうた。今日はアンジュ使います。贈り物は同人誌。男性初同人誌でいいのかな。そうだよね。お酒、クッキー、ゲーム機、絵画、お酒、宝石、クッキー、お酒、絵画、クッキー、絵画、ぬいぐるみ、ゲーム機か。サミールって何や。絵画、え、サミールって何やったっけ。サミールってなんだ。同人誌か、ちゃうやんな。なんだ、絵画、宝石、お酒、なんだ。サミールわからん。え、サミール同心誌。あれ前はゼクスがセーラー服まあ服ね、服。リンギャゲーム機、ムーサお酒、クツジがクッキーかな。なんで、なんだ、サミール何好きなもん。トイツさんとか出しとんじゃん。忘れた。サミールの好きなもんなんだ。セイラー覚えてない。覚えてない。ジャンタマ、サミール、あ、絵画ですね。というわけ、ということはやっぱりあれか、初めてか、同人誌好き。同人誌好きって新聞読むが好きやからね。何が来るか分からへんだからね、正直ね。リンランはクッキー、オア、宝石やったけど、まあ大体、まあ多分クッキーかなみたいな感じだったけどね。ユンフォンに関しては、絵画、宝石、まあ同人誌もあったけど。
絵画宝石同人誌とね、お酒もワンチャンあったし、まあ、占い師という意味でね、あのカービさんも宝石好きなんで、この子もこの人も宝石好きかなとかお金主戦道、主戦道っぽいや、なんかなんとなくそうだよね、主戦道でもないか、感激やからね、感激でいいんかな、まあなんか絵画とか好きかもみたいな、新聞やから同人誌好きかもみたいな、こういうキャラがお酒好きでもおかしくないじゃん別に。そこでちょっと盲点やった男には同人誌好きがいないという、そこ盲点でしたね。リーチ、ダブルリーチ、チー、ポン、カン、ペー、流れに乗ろうかいや、ペー抜くとき何か言わんとあかんのか、最近のキャラは。ロン、一応来福ってね。スモ、一攫回転と。ちょい待ち。あ、これ聞いたわ。この時間は僕と太極拳の練習をするといいよ。超簡単だから僕の真似して。まず肺を分けて、左手で取って、見て、捨てて、また右手で取って、見て、肺を押して、ロン。どう、簡単でしょ。ちょっと何言ってるか分かんないこれログイン普通なの、これこれログイン普通なんや、メイン1とかじゃないのか、ログイン普通か、これ嘘やろ。だって癖が強いな、定まってないな、ちょっと今のところ、うさんくささが際立ってるぐらいやな。まぶたがピクッとした。古の人曰く、左目は財を、右目は災難を意味するんだって。だからそれはいい兆し。え、右目なの。は、あのね、こういう迷信は信じちゃいけないんだよ。イーファン氏に来る前、噂で聞いたんだけど、イーファン氏の辻占いってすごく競争が激しいんだってね。でも僕なら大丈夫。僕は占いだけじゃなくて、厄除けやら開運やらのアフターサービスまでお手の物なんでね。ぶっちゃけ好みじゃないけど、我が友の行為はありがたいね。義理の気持ちがこもった贈り物、慎んで受け取らせていただきますとも。これで友って呼ぶんだ。八家でも剣、根、孫、心、官、理、言、だの8種類あるくらいなのに、この贈り物が好きかどうかなんて簡単に決められないよ。友からの贈り物ならなおさらね。なんやねん、別にどれが好きってわけでもないやん、じゃあなんやねん。天杯、人事を尽くして天命を待つ。能天、もうこっちは風水的にいまいちって言ったでしょ。数風連打、数巻流れ、99杯。これ何やったっけ、パイプか、これラストったんで、なんか煽られました。はいラストったんで煽られました、これあれはシキリーチやられたからだよあれ面白かったな。ちなみにあれパイフ確認したら4人ともその順目にちゃんとテンパイしてましたあ、コメント欄でこれあのこんな風になりましたはや終わった瞬間に、瞬間ではないけど、まあ8分なんでね。スーチャリチ、わらわら、スーチャリチ面白かったけどね、これね、これ面白かったよ。どの順目具合かな、これかな、これか、
磯波さんはこれで転敗しました。リーチね、 E1 スーワンの数ワン高めイーペイコーリーチで、俺はこれ、俺はこれじゃない、トイメイリア友が、リア友でもないか、ネットも、ネットの友達か一応、あ、まあ顔は知っとるけど、リーチしましたね。ウッパーピンリーチでこれはい、ジュンがね転売しました。これでリーチ、はい、これでね、ウッパー総待ちのリーチ転売です。これ俺、これ俺転売しました、リーチです俺これそうか、4人リーチしたら流れるんやっていうのをリーチしたとこで気づきましたやらかしました俺これ普通にやらかしました、綺麗に決まった。じゃあ普通にやらかしてんな、4人リーチなんてないやん、あんまり4人全員リーチして終わるなんてあんまないやん、配信でも忘れてたんよ普通にあ、これは691リーチですね、全員待ちが違う。椅子はウッパーピン6級層6級版全員待ち違う急層とかね割と磯波さんには当たりそうやけどねみたいな全員ってだ、だ誰か、なんか磯波さん、なんかこの3人のうち誰かダマやったのかな。上がれんね上がれんね、誰か、誰かこれダマやったんかな、だから追っかけたんかなとか思って、あ、転敗した、俺もリーチしよう、ピュー、あ、流れた、あ、そうかみたいなそんな感じあ、別に俺らこの、俺あれやから通話とかしてへんからね、この2人と、この2人は通話とかしてませんから、ちなみにこの時はね、この時は通話とかはしてませんこの時は通話とかしてません。なんでやねんっていうね、俺も、まあ、3P 重なって 2S 落として無理やりこんな形にしたのに、ある交換前、交換後割と普通やな。あ、リャンウピンは受けられるのか。まあまあまあ、そうか、これいいじゃんねんか、これ両者になったんか、これで。こんなん、こんな無理やり 3P 使う無理やりではないけど、こういう打ち方するんだ、すごいね、俺こんな打ち方できんわ、これすごいな、これはすごいわ。リーチ、リーチ、リーチです。これ面白かったあ、やらかしたみたいなあー、そうだね。物語最後まで見た人は、ね、あります。なんか、ロード画面になるらしいです、今回から。ちなみに俺、20人契約してる。契約してる人誰も物語ないや。20人契約してるのに2人しかおらんねんで、俺。
なんか長説明まねこれ。伊木藩士屈指の食いしん坊の2人にとっておめでたい日に欠かせないのはやっぱり美味しい食べ物。全屋台制覇まであと少し。飼い主であるジャンシさんも、今年は何か新しい目標を達成できますように。嫌です。いい話、屈指の食いしん坊2人ってわけじゃないでしょ。ワンジローもワンジローは食いそうやけどね。腕つかまれて走られたら、そうか、めちゃくちゃ重たいから逆らえへんのかこれ。今考えた、今思ったけど、これから振りほどくしかない。そしてこの謎メンツこの3人がどういう理由でここに集まったかわからんけど、光陰矢のごとし、いつも隣にいること、それが一番の愛の形。年も変わらずみんなの愛はジャンシさんの、そばに寄り添っていますらしいですよ。はい。というわけで今日も元気に友人戦やっていきましょうか。なんかアンジュクリスマスに見える。笑。やろ。サンタクロースで見えるやろ。そういう話しとってん。そういう話をしてましたよ。割と違和感ないって。このなんか梅みたいなやつが、梅？分からんけど、だからこの植物でギリセーフみたいな感じになってるけどサンタクロースに見えるんだよなこれ。どうしよっかな、夏彦くん一回だけやろっかな一回だけ夏彦くん引こっかな。犬の串刺し師に見える。笑。犬の串刺し、夏彦くん、一回だけ、これ何があっても夏彦くん一回チャレンジ。90なんで、ちょうど今日で100連しましたということで。夏彦くんチャレンジ。いきまーす。まあ、空くんが来てもね、まあ、願いの石になってくれるんで夏彦くんチャレンジする、ちょっと。セイランさんより夏彦くんです。ジョセフ来るかもしれん。ジョセフ来たら、まあ、後回しかな、さすがに。ジョセフあげるくらいなら、まだなんかジニアとか、それこそソラ君とかあげるから。ポーダイブンウィッチとか言ってくからね。夏彦くんチャレンジです。どんなチャレンジやね。これちょうど100連でーす。確定。お。やったぜー！滝川夏彦だ。利き足や左足で PK が得意。夢はプロのサッカー選手になること。恋人はなし。って、これは言わなくていいか。他にこれといって特別なところもない。見た通り普通の高校生だぜ。よろしくな。はあ、夏彦くん聞いてよかった。聞いてよかった。これちょうど100連ですね。おめでとうございます。やったぜ、夏彦くんチャレンジ成功。というわけでパチパチパチ衣装も買います。もうあと何でもいいや。できればリーチ演出。ダメですね、これは。すごい、なんか同時に。1760円。クッキー補充。クッキー補充。ちょうど100連、夏彦くん。ありがとう。よう、来たな。飯はちゃんと食ったか？健康が第一だぞ。
筋肉のつき具合って服の上からじゃ分かりにくいかもしれないけど、体力には自信があるんだ。少なくともお前を背負って800メートルくらいは余裕で走れるぜ。試してみるか。まあ俺体重50ぐらいなんで。薄見とレンが仲悪いってそんなデマ信じなくていいぜ。あいつらは中学校からずっとあんな感じだったからな。仲間でありライバルでもある。そういう関係こそが一番の男の友情なんだ。こんなんか持てへんの。持てないわけじゃないのか。浅葉高校サッカー部の部長、夢はヨーロッパのサッカークラブチームのプロの選手として、リーグで部長、あ、そうか、部長か、リーグで活躍すること、まっすぐな性格で何事もストレートに表現する、単純で楽観的な人、学校では人望が厚く人気者の彼だが、まっすぐすぎるためかが恋人がいる気配が全くない。なぜ恋人ができないのか本人も悩んでいるが、芸品に全く気づいてないもので。いや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 、モテる要素しかなくないか。身長183センチやで。で、サッカーの部長やで。こういうタイプあんま好きじゃないっていう女子生徒おらんやろ絶対おらんやろ。余計なこと言いそうではある。あー、なんかどうなんやろね、わからんけど、わからへん相当何かマイナスなもの持ってない限りモテそう。そうなんだよな、相当何かマイナスなもの、趣味サッカー以外に切手集めとか俺切手集めるが好きなんだよなペットボトルのキャップ集めとか、そんなことせえへんか。なんやろ、相当マイナスなこと。それこそなんか綾音先生みたいな俺の中では綾音先生は酒癖がすごく悪いという設定にしてます酒癖がすごく悪いみたいな、だからちょっとみたいな。恋愛芸の悪友キャラみたいな立ち位置なんかな。絡んで吐きそう。絡んで吐きそういやでもモテるやろこんな。ちょっと待って、どこ行った？おった。モテないわけがないだろ普通に考えてさ。余計なこと言いそうでも、なんかその完璧な人間なんてそもそもいないわけだからね。なぜ恋人ができないのか本人も悩んでるレベルやろ。どうなんやろな。それこそ薄見くんはなんかそのモテるらしいんよ、凛曰くね。凛曰くなんかモテるらしいんやけど、それこそ相談したらいいんじゃないかなとか思うけどね。それこそこの文面は薄見くんに言われたことなのかもしれない夏彦はまっすぐな性格で何事もストレートに表現するからなとか、なんかそんな風なこと言ってるんだろうな。そうなのか、単純で楽観的でもありますねとか蓮くんが言うよ俺そんな風なことを二人に言われてるみたいな。終了まであと5分になりました。単純で楽観的なでもありますねって言われるけど、そこでレン君はでもしかしそれは決して悪いことではありませんみたいな感じのフォローを入れる。でそうだねみたいなことを薄見君が言うみたいなね。でそれこそ もっとこう悩ませてるみたいな。衣装は後で買おうかな。衣装は後でもう配信外で買っとくか。あ、今買うか。雑貨店いくらやった。 DMM ポイント消えるの早いから80枚の着せ替え券だけ先に買っといた。あー、それはいいと思うよ。何もこれでいいか。これ見えたら終わるこれ見えたら終わるこれ見えたら終わるって
終了まであと4分になりました。あと500と900の見解は前の残りと合わせて変える。そういう計算大丈夫ね。俺みたいにこういう風に大雑把に買ったらダメよ俺はどうせ次の1を買うやろみたいな感じのそういうあのね、そういう単純なことをしたらダメですね。バロンさんみたいな、ね、買い方はねすごく賢いです。俺みたいなバカな買い方してダメです。レイジャンタマが好きな一人が来場しました。実際ダメです。はい、終了まであと3分になりました。完璧、完璧のペキオやで、これ。へへへ、完璧のペキオ。はい、はい、着替えさせます。イエーイウェイ、イエーイ、やったぜ。パーペキ、パーペキ、浅場男子揃いました。浅場男子もうなんやなんだかん、もうちょっと今回はちょっとこの2人さすがに優先やけど、いずれ契約結ぶかな。ここにおるキャラより先に契約結ぶかもしれない。うすみくん、れんくん、りんを契約してて、夏彦くん契約しないよ。ちょっとさすがにいややろ、かわいそう。終了まであと2分になりました。あと2分でーす。というわけでゲーム機は一旦残しとくかな。よっしゃ、うん、わあすごいな。